青木康平は日本の元プロバスケットボール選手である。身長167センチメートル、体重75キログラム、ポジションはポイントガード。身長はリーグで4番目に低いが、高いボールハンドリングスキルを持ち、多彩な1対1のスキルとともに、精度の高いシュート力を持つ。福岡県福岡市南区出身。福岡市立西長住小学校に入学。 三年生の終わりに友達の誘いでミニバスケットボールをはじめ全国大会に出場。中学校は競合の福岡市立長岡中学校に入学し全国大会に出場。高校は全国でも名門の福岡大学附属大堀高校に入学。二年生時にインターハイベスト4、同年の国体では4位、ウィンターカップではベスト16という成績を残す。 三年生時にはキャプテンを務め、この年のインターハイでベスト8進出をするもシード枠で臨んだウィンターカップでは初戦で北陸高校に敗退。大学は先週大学に入学。二年生時に関東大学選手権で3位。青木が三年生になった時に、一年生に畑野和也、長沢光一、中川和幸、中川直之が入部し、 二年生の佐藤博樹、平山年、小野学部、三年生の菊池祐樹、四年生の小島、信也と、メンバーが揃い先代の黄金期の様相を呈してきた。この年のインカレでは、井原嵐系、伊藤俊介、柏木慎介らを擁する中央大学に敗れるも、その後の3位決定戦で、木下博幸、宇佐和淳らを擁する日本体育大学を破り見事3位、入賞。 オールジャパンにも出場する。大学4年生時には1年生にまたも、大宮博士生、伊藤隆史、小渕忠という豪華な新入たちを迎え、さらなる黄金期の到来を予感させたこの年、先代は、見事インカレ優勝を果たし、青木は、大会 MVP に選ばれる。また、大学4年生の3月にはアメリカで、ABA のトライアウトも受験している。大学卒業後は、 ストリートボール集団のファーイーストボーラーズに所属し、ストリートボーラーとして活躍。2005年、BJ リーグの東京アパッチにドラフト外で入団。2005から2006シーズンでの最高フリースロー成功率を記録しフリースローを受賞。チームのプレイオフ進出に貢献。2006から2007シーズンでは低身長ながらも、抜群の得点力で得点を量産。 日本人の特点王に輝き、2年連続のフリースロー王を受賞。また、記念すべき第1回のオールスターのメンバーに主催者推薦で選出された。以来オールスターに毎年選出され、唯一となる第1回より8大会連続選出を果たし、オールスター解禁賞プレイヤーと言われる。2010から2011シーズンオールスターゲームでは、MIP を獲得。 2011から2012シーズンオールスターゲームでは、スリーポイントコンテストで優勝。2011年、所属していた東京アパッチの活動休止に伴い、大阪エベッサと契約。2012年、FA 宣言をして、東京サンデーブスに移籍。フリースローの正確さ、得点感覚においては、BJ リーグの日本人選手では随一を誇る。自身は、 シューティングガードだけど、今はチーム的に僕がポイントガードをしていると雑誌のインタビューで答えている。2013年5月には、ドーハで開催された第1回フィバアジア33、男子バスケットボール選手権大会の日本代表に選出された。2013年オフ、東京サンレーブスト契約満了、ライジング福岡に移籍。2016年9月22日、 B リーグ開幕日に島根スサノーマジックと基本合意に至っていたが2016年10月7日に本人の申し出による現役引退が発表された。2017年5月 3X3 チームエクスプローラーズ鹿児島のアドバイザーに就任。ありがとうございます。